お疲れ様あお疲れ様です木川さん今日もイケメンっすねあ<は>めっちゃ男前っすよねあありがとうございますなんかレベッチというか <laughs> はいいやいや僕初めてあのバイト入ってる時びっくりしましためっちゃ男前な人おるやんと思っていやありがとうございますえ聞いたんですけど役者さんなんですかあ一応まあはい 役者やってます。え、舞台とかあ、そうです。今、舞台で。えー、やっぱりなんか役者さんって、からレベルチャンス人としての同じ種類と思えないというか。ああ、でも僕はそっちの世界にいるので、あの、それが当たり前になってて、ごめんなさい。よくわからないんですけど。<え>よ、はい、マジな話、え、女性に振られたこととかあるんですかああ、 でも僕が告白して振られたことはないかな。いや、そりゃこんな男前やったら、そりゃそ,そうやんな。いやー、そうか。いや、めっちゃ。<laughs> え、だって、たまに、あの、お客さんから手紙もらってますよね <laughs>。あ、たまに。あれ困りますよ。あ、あよくあるでしょ、えー、あれ困りませんいやいや、ないっすよ、普通。あ、そうなんですかいやいや、やっぱ改めてなんか、いや、レベル違いの男前やから。<laughs> いや、僕、学校にもいなかったっすもん。すごいわ、マジで。え、あの、 え、いつやるんですかぶてあ、えー、っと、もう、4日後に。え、見に行っていいですか <laughs> あ,あ、まあ、違うの自分で取ります。いい <laughs> いや、いや、大丈夫。いや、あの、知り合いなんで招待させてもらって。ダメです、ダメです。いや、マジで自分で取ります。あ、そうですかはい。いや、嬉しいです。ありがとうございます。そう言ってくれて。あ,ありがとうございます。あの、調べていくんで。ありがとうございます。ちょ、男やけど、なんか男やけど、見ててなんか癒されます。それぐらい男前です。あ、いや。<laughs> まあ、あの、まあ、こういう芸能関係の仕事してるんで、なんか、 それ以外の方とこうやって喋る機会っていうのは<ー>本当アルバイトの時ぐらいだと新鮮ですー。芸能人ってみんな格好いいですかね、変んみんな僕普通ですけど、ね。いやいやいや、マジすげえわ。あ、すみません。いいあ、じゃあ僕見に行かせていただきますね。はい、よろしく。マジ男前。<laughs> ああ、楽しめな。なんかどんなやっぱりなんかいや、お客さんもなんか若い女性多いけどやっぱり。 みんなファンなのかなブー。ただいまより開演いたします。ます自慢したいは、あの人と同じバイト先でいいです朝日だ。あの地平線から登る朝日を見ると、思い出すんだ。<laughs> 眩しい<え>親指。<laughs> あれ親指で太陽を隠せらあれはぁ、あ。あれあの時見た太陽と同じだ。同じいか <laughs> えパックヤードで見たらあんな男前になに俺たちは。舞台上で見たら、だからそうでもない。この島で暮らしてもう3年。むしろ普通。 三年間、何があったかってそう。それは、ここにいる人たちだけある <laughs> え、バックヤードであんなとこまでやったのなんで舞台で見たらこんな普通なんやろむしろあんまかっこよくないんちゃう皆さんには。え、あの人なんかよっぽどかっこいいやん。あ、ほんまや。若い女性みんなあっちの方見てる。え、なんでこの三年間、何があったか、そう。 僕たちの生活を。あ、ほぼ一生けよ、こっちが。見てもらいたいと思います。あ、なんか、語り部みたいなことやったのかな。なんだってえ、めっちゃ男前や、あの人。こ、全然男前ちゃうやん。そりゃそうだよな。え、なんでバックヤードであんな男前に見えんのに。狭い空間やから男前に見えんのかな。何それ。舞台上見たら、むしろ、あかん。そうしようむしろあかん方やる気がする。みんなでー。 カタライやっタ <laughs> あ、ごん。あ、ね、視界には入らへん、しょぼすぎて。あっちばっか見てまう。あっちスターやろ。ララララ。え、これが現実わわ芸能界の厳しさこれが。カタライやっタこんなかっこいいと思ってた人が、舞台上で見たらめっちゃしょぼいや。あ、なんかそういえばあったな、小学校の時も。カタライやっタクラスで一番サッカー上手いやつ。なんか、わわわの先発に選ばれて、いざ始まる死の先発では補欠やったみたいな。あの感じ学校で一番上手いやつが。 え、もう3枚目やん。あれえー、3枚目やん。<laughs> え、やばっえ、来ますよ、なんか。あんな男前思ってたのに、全然男前いちゃうかった。あー今日バイトは、久々なんか、二段って言うと照れくさいな。あお疲れ様。あどうだったあ今回の舞台に関しては僕最初の冒頭部分でしか出なかったんだけど。ああ<ー>。<laughs> ありがとう、見に来てくれなんでよ、もう男前に見えへん。 あんだけバックヤードで男前に見えてたのに。いざ現実見たら。ありがとう。<laughs> でも、男お前のスタンスや。なんか目二重作ってるし。目ぐって違うまた来たよ。あの、いろんなお友達とか誘ってさ。<laughs> なんつった今。いろんな公演やってるから。<laughs> 二重作ってる絶対。目ひっくり返して二重作ってる。<laughs> じゃあ今日もアルバイト頑張るっ <laughs> きつ、なんで女んな男前やったのに。 全然男前に感じ。あの人男前っすね。一緒に出てた人。あ、彼はい。ああ、彼はまだ、うん、まだまだこれからって感じ、じね、僕から相手を認めへんタイプ。うん。他人認めへんタイプの3枚目。<laughs> これ多分、あかんようになるわ。2年後やめてんじゃん。じゃあ今日も忙しいね、それ。なんつったん <laughs> じゃね。スタンス男前やけど、現実知ってもたからな。舞台上じゃあんま男前に見えへんねんな。 ぜひ読んでください。ジャルジャルに興味ある方、ぜひ、ジャルジャルに興味あるやつ。ネタソロンベイベ。ジャルジャルに興味ある方、あと、ジャルジャルに興味あるやつ。ベイベーネタソロンベイベ。これ見てさ、ジャルジャルに興味あるやつに入会しようなんて思わないよね。その感覚あってるから、その感覚信じて、入会しちゃダメだよ。 ジャルジャルタワー